はい、それではお立ちできる方はお立ちください。神は我らの酒どころ、また力苦しむときそこにある我が助け、それゆえ我らは恐れない、主が共にいるから。万軍の主は我らと共におられる。来て主の御業を見よ、今主の御業を見よ、万軍の主は我らと共におられる。神は我らの酒どころ、また力苦しむ時そこにある我が助け、それゆえ我らは恐れない、主が共にいるから。万軍主は我らと共におられる。来て主の御業を見よ、今主の御業を見よ、万軍の主は我らと共におられる。来て主の御業を見よ、今主の御業を見よ、万軍の主は我らと共におられる。
さらに感謝をじっくりとまた時間をとって徹底させて成していきなさいとおっしゃいます。その中で見えるものがあり、また私が語ることがあるとおっしゃいます。神のこのご計画というのが教会においても各部門においても大きく広がりをこの見せ始めているとしか言えます。その中でこの祈りの土台が弱まることなくさらに強められるように求めていきなさいとしか言われます。この霊的な土台がしっかりするときにこのあなたの歩みはこの確立していくとおっしゃいます。またこの教会を土台とした各部門の働きもこの新たなる14年の歩みに入って大きくなっていくとしか言われます。そのために信仰の踏み出しとしてこの組織図を明確にしておきなさいとしか言われます。さらに私は働きを進めまた栄光を表していこう。すべての部門において神のオーダーが末端に至るまで通り良くなるようにこの求めておきなさいとしか言われます。主に栄光。私の道を全うしていきなさい。他の道にこの益はないとおっしゃいます。私の道に勝利があり恵みがあるとおっしゃいます。この聖書と祈りを土台とした祈り聞き従いの土台という歩みという事柄をさらに徹底して全うしていきなさいと主が言われます。私が導く道において私はこの祝福を表しまた働きを広げまた栄光を表していこうとおっしゃいます。正しく唱えられた神の言葉に固く立ち信仰の踏み出しをなすときに豊かに祝福されていくとしか言われます。さあ御心を全うしていきなさい。私は豊かな勝利を表していこう。また徹底して栄光を主に帰するようにとしか言われます。はい、See his glory。あなたの名前を感謝します。余計な言葉ありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神越しが豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。こんにちは。またインターネットの方々こんにちは、こんばんは、おはようございます。昨日はですね、日韓ゴスペルの集いっていうのが、ありまして、ハン代表が賛美グループを連れてね、日本に来てくださったんですね。それでバイオリンとそれからソロが